ハシュマルに怠慢で勝てる主人公機ってどれくらいいるんだ？に対する、ネットの反応をお送りするよ。みんなで盛り上がろうね。とりあえず殿堂入りのターン A は除くとして、G ガン勢は余裕そうな気がする。オカルトありならユニコーン、それ以外だと G セルフ、マイテイスト、フリクアンタくらいじゃね。宇宙世紀組はぶっちゃけかなりきつそう。 B にでも正直いけるかわからん。宇宙世紀ならビーム強くてなんぼだからね。ナノラミネートアーマーってどんだけ硬いんやろ。バスターライフルとか体幹の刀とか聞くの？ウィングゼロのツインバスターライフルとか XX のツインサテライトキャノンはさすがに効くよな。パッと思い浮かんだのはナイフリかな。回避力バカみたいに高いけど広範囲攻撃のサンダーは避けきれないし、ナノラミネ関係なく内部の電気機器にダメージ入るから効果も期待できるのと、仮にディスラクターがナノラミに引かれると仮定しても発射速着弾レベルのビームを関節に使うだけで効果は見込める。ディスラクターは引けないやろ、さすがに。ぬじら帰れ。宇宙世紀主役の考察初代、さすがに性能も火力も足りないかな。ゼータナノラミ相手には火力不足しそう。ジージーミサイルとハイメガと火力図1だけど、ナノラミにどれだけ効くかな。ニュさすがにナノラミには火力不足かな。 F91 上に同じベスバーでも無理かな。 B にどうかな。怠慢想定だから F91 は MPF を走り回るからフレシアみたいに誤認するなら分身ゼロ距離ベスバー。 F91 を追ってきたテイルブレードが分身通り抜けて時期に直撃でいけそう感ある。ナノラミネートアーマート量を剥がすにしてもどれくらい時間かかることか。走り回る以前に鉄血のナノラミが他作品のビームにどこまで有効なのかわからんからね。実際のところこれだから案外ウィングゼロや DX あたりにはサクッと蒸発させられるかもしれんのよね。宇宙世紀は主人公機にこだわらなければフリーダイヤル改めドライブ君あたりは武装的にも前線できそう。プルーマの面倒まで見ないといけないって考えるとだいぶ厳しい機体多いだろうと思ったけど、飛べる機体ならプルーマの相手しなくても問題なさそう。ゼロゼロはクアンタぐらいまで飛ばないと無理か。普通にエクシアで勝てるでしょ。リミッター解除バルバトスとトランザムエクシア比べても後者の方が明らかに速いし、強い GN ソードがそもそも相性良さそうだしね。ディスラクターは消滅して爆発はしないからむしろ持ってこいだろう。とりあえずいけそうなのは G ガンダム系統とマイフリクアンタあたり。上でも出てるけど FX は十分目があると思う。物理攻撃は C ハンデルは空飛ぶしグルブレードだし、切り札の FX バーストパンチもさすがに有効だろうし、というか本体の反応もいいはずだし、強度とパワーも申し分ないので捨て頃でも一戦いきそう。デスティニーもアロンダイトで解体いけそう。アロンダイトが通るならインパルスでもなんとかなりそうな気がする。あとフェーズシフトダウンした後のストライクもいろんな意味でなんとかなりそう。インパルスだと機動力がきつくない？プルーマーがファンネル的なものか支援機かによるけど。だけどそもそもプルーマーのポジションってファンネル的な武装？それとも独立型支援機？後者だと怠慢じゃなくなるかも。プルーマは MA からエネルギー供給受けてるだけで自立した別の機械のはず。 MA の命令も聞くから実質ファンネルみたいなものでもあるけど、ぶっちゃけ橋埋まるって飛べる主人公機なら置いたハードル下がるからな。宇宙世紀もクシーは空からファンネルミサイルばらまきながらビーム打ち込み続ければナノラミ跳ねてダメージ通せるし、 V2 に至ってはそもそも AB の目が B の一発でナノラミ剥がされかねんぞ。そういえば橋埋まる自身は空飛べないから崖崩れで味方と引き離されてたね。あちらも攻撃当てる手段がビームしかないから空飛ばれるだけで攻撃手段が一つだけになる。若干すれ互いかもだけど、橋埋まるのプルーマも地層型だからもしかしたら薬剤戦の頃は対空能力を補うタイプのプルーマクルーマや MA もいたのかもしれないな。とはいえあの世界単独飛行できる機体がレアっぽいからどうだろう。正直鉄血って荒屋敷とナノラミがヤバいだけで、運動性やスピードや射程はそこまでズバ抜けてるわけでもないからな。ナノラミ抜ける手段あれば案外いけそう。生ならともかく追加装備ありなら V にも大概マイクロミサイル積んでるし、アーマー投げてぶつけりゃ良いから勝ち方にこだわらずパイロットにこだわれば勝てると思う。一般兵が乗る想定ならミサイルでどんだけ削れるか次第だな。基本無理だと思う。逆に自由飛行能力がない機体だとほぼほぼ無理ゲーなんだよな。こうして見ると極端な性能してんな橋埋まる。 MA って短期活動じゃなくて他の MA との連携が基本運用だったんじゃないかな。宇宙世紀だと飛行できてファンネルミサイルが有効だにもなるくし、ペーネロテが特攻すぎるな。ナノラミネートアーマーが全シリーズに通用する世界ならオーバーライドも通用するんじゃね。それがダメならお姉ちゃん意外と重たいから飛行して加速からのこれで橋埋まるをへこませる。エアリアル回収型は主人公機という枠で良いのか、いや主人公が乗ってたけども。橋埋まる 35.2M49.8T エアリアル回収型 18.2M
53.2T 質量は平気。なるほど。種系って前振り車できついかなとか思ってたけど、その軽さならそもそもキラキックとかでいけそう。フリーダム 71.5T ストフリ、 80.09T ライフリ、67.80T というか走ゆまる軽いな。ナノラミネートアーマーがビームは軸のって表面構造によって反射するみたいな設定だったよね。有刺化速報としての側面が強い宇宙世紀のビームにはどれくらい効果あるんかな。鉄血のビームも拡散具合がどう見ても粒子ビーム砲だからわからん。ビームの性質考えるとメガ粒子砲、 GN 粒子によるビーム、 CE のビーム、本来は実体のはずなのになんかビームと大差ない扱いな。 CE レールガンとどこまで弾けるのかよくわからないのがナノラミネートアーマーだ。本来ビームを引くはずのフェムテク装甲をなんか貫通させてたカルマとかもあるし、カルマに関してはまああれサーベルに近いだろうから拙者がそのまんまサーベル突き刺しだと思えばわからんくはない。フェムテク装甲サーベル効くのか。サーベルは効く。デスティニーはビームブーメランとか聞いたとこに7四方ぶち当ててたっぽい。逆に言うとそこまでしないと SED によくある強力な赤色の下ビームも効かない連中。ハシユマルってサーベル効かんのか。ナノラミに効果がないから PD においてビームサーベルが存在してないんだと思う。サーベルでナノラミ剥がせるならギャラルホルンが技術を残してるはずでも、ナノラミに有効だったけど薬剤戦で技術が途絶えて今はないとかだったらわかんない。鉄血は薬剤戦前の情報が少なすぎる。そもそもビームが橋ゆまるのあれ以外出てきてないからナノラミネートアーマーの詳細な情報がさっぱりわかんないんだよな。あのゲロフトシビームを量産機でしばらく浴びても無事なあたり簡単には剥がれたりもしなさそうだけど、ついに使う時が来たか。WX のハイパーハンマー。ぶっちゃけ地上王国鉄血機体は鈍重だから避けれなかったりしたけど、スピードが速い描写ある主人公機だったら避けることは簡単だと思う。あとは装甲を剥ぎ取れる腕力か装甲の隙間狙える精度あったら勝てそう。サイズの割に妙に軽いのは鳥っぽいせいもあるのかしらね。というか鉄血の MS が割と軽い。量産機とか汎用機が30トン前後で 40T 超えたら十分重装なのよね。鉄血って00みたいに質量操作できたっけ。できないなら素材の時点でめちゃ軽いことになるけど、どうなんだろう。言うてあのマクギリスが見切れない程度には早いんだよな。橋ゆまる、確かにあの頃のマクギリスは終盤ほどノリノリモードではなかったにせよ、一応多少の慣性制御はできる程度のはず。コックピットがリアクター周りなのはその恩恵が理由だったはず。ありがとね。じゃあレアロイとかが軽いのか。グシオンのハンマーもあのサイズで15トンしかないもんな。それ考えると質量兵器としてはちょっと軽すぎるかも。上の方に出てるけど SEDK は前振りは除いたとしてもデスティニーが結構相性いいと思うんだよね。サードステージ全体として単独飛行、VPS 装甲とビームシールド、多数相手にも使いやすい兵装が揃ってる点があって、デスティニーはそこに質量武器でもある体感刀を加速して叩きつけるのが多いので、あとは割と SEDK も防御性能が高いことが多くて、それに対して関節割と狙いがちなので場合によってはそこを狙うこともある。00のガンダムはビームがメインだから機動性や空戦能力が高くても決定打がなさそう。 GN ソードが相性良さそうだし、エクシア系統ならいけそうに感じるな。あと00に限らずビームサーベルがナノラミに効くかどうかでだいぶ変わるよね。自分はあんまり効かなそうだと思うけど、リュナメスやケルギムとかに使われてる GN ミサイルなら効きそうじゃない。あれとか相手に刺さって内部に粒子ぶち込んで内側から爆散させるし、ミサイル優位に誘導するから当たりやすいしね。実弾効くなら種自由でフェムテク装甲対策で装備してた蛍光レールガンもある程度は効くのかな。質量兵器で思ったが下手なサーベルより案外ジンの銃弾刀とかの方が効くんだろうか。さすがにジン本体ではスペックが低いので無理だろうが、ナノラミがどこまで通用するかわからんからな。ビーム向こうと一口に言っても、さてキャスラ引くのか粒子弾は食らうのか。未知数すぎる。そうなると確実に通る実弾系武装で勝機を見出す方が建設的。 GG もフルアーマーになればナパームミサイルも追加されるから、ミサイル弾幕でナノラミネート塗料破壊してからニルなり焼くなりとかできそう。そういや鉄血世界ってダインスレイブが禁止の都合上弾頭が何であってもレールガン自体あんまり良くないって感じだったっけ。効果力のレールガン自体はどれくらいダメージいくんだろうね。今のところナノラミを超える火力で全てを解決する。物理で殴る、範囲爆撃、長距離からの狙撃、質量イズパワーで物理で殴る、実体武器で関節狙い込んだ感じ。スピードである程度ついていけることが前提だけど、あと空飛べるとマスト。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。